はい、こんにちは。沖縄おばばでございます。<laughs> えっとですね、えー、ちょっとさっきね、ちょっとあの、もう一回これ取り直ししてます。ちょっとね、えー、途中でお客さん来ちゃったので、はい。えー、実を言うと、今日の最後の配信になると思います。え、今後の大事なことになります。行く末を占う大事なことです。それはですね、えー、C の国の、 今日、いくつか配信したんですけど、死の国のいろんな予言者、も昔から、はい、ええー、まあ、宋の時代から、あ、現代まで、現代では、あ,あれですね、あのー、台湾の師範大学のね、教授なんかもこれを予言しています。はい、ええー、何のことかというと、講師ですね。講師の言った大道の世界が来ますよっていうことです。 はい、えー、どういうことかというと、おこれね、講師の大道、講師のね、霊雲大道編っていう、あの、一説から取られています。はい、えー、講師が目指した、なんていうのかな、理想の世界像を言っています。はい、えー、それをちょっと翻訳してみました。漢文なのでね、ちょっと難しいので、はい。えー、大道が行われていたね、えー、よ世の中は、はい、えー、統治者はね、 えー、よくよく、よくね、えー、天下を知っていた。はい。えー、まあ、よく世の中を知っていたということですね。えー、賢者を推薦し、賢いものをね、推薦して、才能あるものを抜擢して、えー、信用を大事にして、恥を知って、仲む,むつまじく、円満になるように、えー、収めていた。えー、ゆえに人々は、あ自分の親も、 他人の親も同じように大事にし、自分の子供も他人の子供も区別なく同じ家族のように育てました。老人は安心して生を終えることができて、そ年のものは才能を伸ばし社会に役立てました。子供は健やかに成長し、えー、身寄りのない者も,も障害のある人も十分に えー、養って、えー、行くことができました。男性はあ、得意な、自分の得意な職を持ち、女性は家を持つことができました。金銭が悪いことに使われることは全くなく、すべての人のために使われました。略防の類は発生せず、犯罪もありませんでした。人々はドアを開けて、 生活できました。これはあ犯罪がなかったということです。安心して、えー、暮らしていました。このような知性を大道と言います。はい。これが以上が講師の大道、霊雲大道編のちょっと私なりの説明です。はい。えー、実はですね、えー、江戸時代も 江戸時代も将軍様ですね、えー、その前の時代もそうだと思うんですけど、えー、講師は必ず読む、はい、えー、必須科目になっておりました。はい。その中に、この、どういうふうにね、えー、理想の世界を、このようなものが理想ですという、気づくかということを、まあ、何て言うのかなあ、中国もね、中国の,の歴代の明朝とかね、 はい、えー、党党とかね、はい、そういった時代の皇帝もね、えー、日本のそういった将軍たちも、この講師の大道を教わりました。これを理想として、えー、世の中を作っていきましょうね、ということでやっていました。はい、えー、まあ、言ってみれば本当に理想の世界です。はい、これが、ああ いろんな予言者が今の時代、はい、私たちのこの今の混乱の時代が終わった後に来ますよということを言っています。はい。えー、これ、私はちょっと今これを感じています。はい。えー、そう、これタイムラインが本当に変わっていると思います。ある人はね、その台湾の市販大学の教授ですね。 えー、あと、あとでね、あのー、多分メンバーさんになるとは思うんですけど、翻訳します。翻訳して発表したいと思います。この台湾の師範大学の教授は、ああ、駅、駅教ですね。駅教、はい。を、なていうのかな、勉強していた方で、っていうかその専門家でね、えー、中国大陸でも、台湾でも、どちらでも非常に有名な方でした。 この方がある条件を言ったんですよ。それはあ、C のね、C の P ですね、が変わるということです。それが変われば、この霊雲大道編のような世の中は来ますよということなんですよ。はい、今のような、あのー、横暴な C の C の P ではなく、 えー、人を敬い、そして、えー、自然の力を敬う、そういうものに変われば、こういう方向に動,動いていきますよっていうことを言ったんですね。はい。まあ簡単に言うとそういうことです。えー、なので皆さんにこの霊雲大道編の 概略だけでもね、伝えたいと思います。私は、あの、今、こちらの方向にね、タイムラインが変わっているっていうことをちょっと感じ始めています。はい。なので、デストピアではありません。はい。えー、このことをちょっと言っておきたいなと思いました。はい。えー、まあ、以上でございます。とりあえずね、この霊雲大道編っていうのは、あ中国でも台湾でも、 大陸でも台湾でもね、両方とも、おなんて言うのかな、ああ非常にね、親しまれています。で、えー、歌になってね、歌われています。まあ、ある、あのー、なんて言うのかな、時代劇のドラマですね。皆さん結構、あのー、好きな方もいらっしゃると思いますけど、時代劇、時代劇のドラマですね。はい、えー、のドラマでも、お実は歌われています。こちらのね、 えー、大、霊雲雷道編の歌を貼っておきますので、えー、よろしかったら見てください。とっても、あの、素晴らしいと思います。はい。えー、そういうことです、えー。この世界がね、一つの家族のようになって、犯罪のない世界でみんなが安心して暮らせる時代、それがもうすぐ来ますということを、いろんな、あね、何、えー、て言うのかな。 あ大陸の、大陸だったり台湾のね、予言者あ、昔の人も今の人も言っています。はい。えー、勇気が出るんじゃないんでしょうかと思います。はい。えー、そういうことでございます。<laughs> 申し訳はございませんで、ね、なんかうまく言葉が出なくて。はい。えー、そういうことを理解していただければと思います。えー、もしね、えー、これの原文が知りたい方は、あー、 多分あの、霊雲大道編講師で、えー、検索してみると原文が出てくるかと思います。はい。えー、まあ,あの、歌の歌詞は全部原文なので歌の歌詞見てもいいですけどね。はい。それでは皆さんどうぞご覧になってください。えー、今日の配信はこれで終わりにします。はい。 えー、今日も一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。沖縄おば、ばでございました。<laughs> はい。それでは皆さんまたごきげんよう。